白グレのクロニクルは、結城正美による日本のミステリー漫画作品。週刊ビッグコミックスピリッツにて、2013年39号から2017年26号まで、連載。不老不死の特徴を持つ、沖縄と呼ばれる人々が溶け込み生活する社会で、沖縄に関わる、厚生労働省職員の主人公と、沖縄が関連する事件などを描く、ミステリードラマ。 西暦2015年、厚生労働省の新卒公務員、伏木明かりは保健所での研修中に殺人事件に出くわしてしまう。殺害された男は、沖縄と呼ばれる吸血鬼に似た特性を持った不老不死の人間だった。日本でも推定10万人が存在するという沖縄は、いわれのない差別や中傷、生活保護費の受給や、 保護施設の交代偶など様々な問題を抱えながらも社会に溶け込んでいた。厚労省大臣参事、竹内唯一からの事例で、明は沖永の監督を行う部署、夜間衛生管理課に配属される。直接の上司となった、久保園三木屋に連れられて訪れた洋館にある施設図書館、アゼチ文庫で出会ったのは、見た目は18歳そこそこながら80年以上。 生きている、沖永、雪村、伊佐夫。先駆けと共に明かりは、沖永案件と呼ばれる町名者がまつわる事件に関わっていく。そんな中で、先駆け自身が個人的に追い続けている事件が、12年に一度の羊年のクリスマスごとに70年間にわたって続けられている連続殺人事件であった。60年前には、先駆けの幼馴染みであり、 明かりの祖母にあたる女性、長尾夏目も連続殺人犯、羊殺しの犠牲となっていた。羊殺しは70年にもわたって犯行を続け、殺害した被害者の内臓を持ち去るなど、沖縄と思われる特徴を残していたのだ。やがて、無邪気なセーラー服姿の美少女、貴境が明かりの前に現れる。しかし、気境は、実は男性であり、500年以上前に、 竹の内に血分けされて沖きとなり、日常的に人殺しを繰り返していた喫水の殺人狂であった。果たして、卿郷こそが連続殺人犯、羊殺しなのか。クリスマス前日の12月23日、羊殺しが狙っているのが、王兵な女であったことが判明した直後、卿郷によって明かり柄地されて、行方不明となる。先駆けは手がかりをもとにして、 気郷の潜伏場所を発見するが、気郷に帰り討ちにあって、左手を切断されて、下死状態となる。その後、明かりの血を与えたことで復活した先駆けは、気郷を拘束することに成功する。その後、羊殺しによって殺害された、伊州幸恵の幼い息子で、その後に、行方不明となっていた、伊集市なが生存しており、気郷と関わりがあったことが判明する。さらに、 戦後に羊殺しを見たという告げ翔太によると、卑怯とは異なり、背が、スラッと高く、坊やと呼ばれていたという。もう一人の羊殺し、異臭しなりは、一体誰なのか。ありがとうございます。